こやちはシャドーバスやるぶーやるぶーイエーイ。はい、ということで、今回はウルフ北川のドラゴンデッキをご紹介したいと思いますブー。さあ、ということで今回紹介するのはこちらランプドラゴンズテンション下がった。いやちょっとやる前、これ動画撮る前ノリノリだったんですけど、ちょっとやっぱ恥ずかしいです、すげえ顔赤い。はい、ということで、ランプドラゴンなんですけれども、はい、シンプルなランプ、はい、もう原初とかじゃないですね。はいはいはい、とりあえず新カードでやっぱこのフィルレインがね、うん、めちゃくちゃ強いんで、ランプに入れても強いと。はい、もう最強です、このカードは。はいはいはい、まあ一応ね、こちらのねスペルが、まあ1ダメージ受けてるフォロワーだったら、うん、まあ、破壊っていうね2コストのスペルですね。銀票の吐息、うん、はい、銀票の吐息、はい、受けてなくても1ダメージと、はい、まあ、どうなってんだと。そうですね。で、結局フィルレインは強いんですけど、そのフィルレインが入ったおかげで今結構流行ってるエルフ、うんうん、エルフもめちゃくちゃもう倒せるっていうか、フィルレインで3勝利とかもできちゃうぐらいな感じですよね。はい、なんで、2コスト枠で、サモナ抜いたんですよ僕で、サモナが、まあ、サモナ結構エルフに強いんですけど、まあ、そこは逆に、まあ、まどろみにして、まあ、こっちはエルフにちょっと弱いんですけど、まあ、逆にフィルレインいるんでってことで要素として、はいはい、卵で回復もできるし、はい、回復エルフには効果的だろうっていう、はい、ちょっと回復足りない感があったんで。ランプドラゴンってその原初に対してはどうなんですか。あ、原初に対して全然めっちゃいいっす。あの原初に強いって感じです。あ、クレールドレクターとラストレイクも入れてるんで、攻撃、はいはいはい、あの全然横並べに対してはかなり強いんで、うんうん、あのエルフとかその原初とか、あとネメシスとか、たまに当たったネメシスとかにも、はい、環境的に結構ちょっと強いいいっすよ。はい。ということで、はい。ということでね。はい。じゃあ早速やっていきましょう。はい。我が一生は楽しい。さあ、お相手ドラゴンですね。これは原初か？原初だったら美味しい。原初だったら美味しいですね。いただいた。はい。いきましょう。ね。はい。原初が一番多いでしょう、ランクマッチでも。さあ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 。やっぱ原初。はい。が相手になると、まずはやっぱランプの試合になるんですか。まあ、結局はそうですね、やっぱドラゴンミラーだと結局 PP をいかに増やせるかなので、アイラが敵戦欲しい。はい、タクセンとアイラが、タクセン、アイラ、ロイ欲しい。あ、まあ、いいんじゃないですか。フィルレイはまあ進化で効果も発揮するんですけど、まあ基本2ターン目にあったら全然出しちゃって、吐息ハンドにね、残ってるだけでかなりね、はい、タクも広がるんで、はい、相手はこれなんだ、まだ分かんないですね。分かんないですね。ここはちょっと小川はちょっと温存しておきます。はい、後半用にってことですか。はい、とまあ取っときはクレールドレイクで、おっとっで長老が出てきたということは、これはランプミラーになりましたよ。これは長い試合が見込まれますね。さあ、面白くなってまいりました。どうしようかな、進化で当てつつ銀票で取るかな。2処理できるんですよね、これ、うんうん、やばいな、この使い方。そうしますか、ちょっと亀は取っておきたい。このターンは亀は出さずに、さあこれでね、これピッてやってこれでピッてできるんですよね。はい、スイカみたいなね。そうです、本当にスイカと同じ。あの気軽さ、なんて便利、なんて本当にどんだけ便利なんだよ、ね、スイカってことなのか。はい、さあこれにね、打った時なんですよね、ドラゴニュードね。いや、美味しいですね、これは非常に美味しい。ミコちゃんさあ、これで、あ、まあここミコでいきましょう。ちょっと回復はありますが、はい、まだ、いや、これ進化大きいありだな。進化大きすれば、進化大きすれば相手のミコでも取られない、ミコで取られなくなるんで、ちょっと進化大きで、ここは、まあブレイジングウェイス今結構入ってるランプ少ないんで、まあそうですか。そうですよ、リント系は入ってますよね。でもあ、リントは入ってますね。さあ、これ大釜かな、割と。お、来ない、大釜ない。さあ、長老が取られなかったってことですね。無駄進化回復ですね、長老の。相手も無駄進化回復、プラス進化。あ、なるほどなるほど、与えてくると。これちょっと強国ちゃ、あ、待ってよ、ちゃけるんですが、これミコアイルでゼウス見えるのはかなり魅力的なアタックが見えましたね、はいはいはい、これどっちがいいかな。ここをまくれる展開ですね。
こはかなり大事にしたいですね。で次相手8っすもんね。でも相手これ長老進化してぶつかってきたのは威圧とかで取りたい感じなんですかね。もう次のターンでも取れないってことじゃないですか。だから大金を握ってないと思います。さあこれはゼウスプランでかつ 3-4 のこの巫女片方が多分さあ相手しんどいしラストドレイクでもね取れないからね。あとゼウスが走れば、はい、ゼウスと大金もおそらくないと思うのでこれだいぶ有利じゃないですか。はい、かなり有利になると思いますよ。さあはい、これあるわ。さあ、2勝にできるのか。お、できないです。あ、ブレブレ探しに行ったのかな。ブレブレがあればさあ、ブレブレはあるでしょうか。さあさあ、応答待ちだ。ブレブレを探している。ブレイジングブレスを探しているがなかなか見てない。今家の中で探してるんですかね。あれどこ行ったっけ。あれ一番ブレブレ、あちっちゃいから忘れるだけなんだよな。ハンスの下とか見てるの近ですな。はい、まあ、これは行ったんじゃないかな。はい、お相手ヴァンパイアです。ヴァンパイア現状どうなんですか。ドラゴンと復讐ヴァンパイアだったら、その前までは復讐ヴァンパイアが圧倒的ドラゴンに有利みたいなあったんですけど、僕復讐ヴァンパイア使っててそんなね、はい、まあ、ランプはまだあれですけど現象だったらそんななんか有利な感じしないんですよね。現象は確かにヴァンパイア厳しそうですよね。そう、結局しょられちゃうんですよね。序盤も強いですし、なんかアイナとかアジダハーカとか失踪もあるので、一番復讐ヴァンパイアで原初ドラゴン相手にしてて、あっとこれは復讐ヴァンパイアじゃないですね。ニュートラルヴァンパイア、早いやつですね。早いっぽいですよねこれ。さあここは、ここは次のターンで卵と作戦で動けるんで、先にマドミからしていきます。さあエンジェルナイト、これよく上げていく。結構食らうぞこれ、結構食らうぞ。結局復讐、さっきのちょっと復讐ヴァンパイアの話戻っちゃうんですけど、結局カオスシップの守護裏がフィルレインで簡単に取られるんですよ。うん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 、ふざけんなよ。フィルレインが強すぎる。そう確かに大型も小型も出るし、大作戦、そうなんですよ。ミスった今、作戦が良かったな。これ2個回復できないな。だったっぽいですね。今作戦が良かったですね。作戦卵って言ってたじゃん最初。言ってたんですけどマドロミ引いてきたんですけどブレたんですよね。ああこれラストドレイクだったらな。作戦言ってたらな。間違いない。いや今の作戦だったら完全に ああ作戦打てなくなっちゃった。やばい、やってしまった。できるよ左のこれ、なんだよこれ。ちょっと待って、いちいちみんなでかいんだよ。ニュートラルヴァンパイアにこの袋入ってるのってあんまなくないですか。入ってます、入ってます。本当ですか。いやー作戦だった完全に。マジでニュートラルヴァンパイアなんか入れるカードがないイメージですね。なんで、まあ、入るかなって感じ。さあ、イベルシアに何点消されてんだ俺は。とがめられそうだな。さあこれはね、イベルシアに俺さ12点削られてるぞ。ヘクトル来たらこれまた2面処理できない。これあ違う、でも発動しなかった。ナイス、ナイス、ナイスなのかこれは。これでももう一先とかあるってことで、いやでも一旦耐えればドラゴンの卵、ドラゴンの卵とかで、うん、ちょっとね、あでも次割れ、あそう、たくさん打っとけば次割れるか。たくさんドラゴンの卵、いや回復は絶対したいから巫女、巫女が回復しない、巫女が回復しないんだなこれ。いや次のターンで次7になるでしょ。これ7になると次で託戦愛歌い、うん、出そうもうこれ。あ巫女以外の弱いさ、これはい、ちょっと処理強要。ファントムキャットだと思うんで進化切ってくれないと大変なことになる。はい、さあ一旦
死期を免れました。どうなんでしょう、イブリシアすごかったな。いやでもさあ、ファンタムキャットで4点。いや、でも、お、2、2、2、助かった、助かった。さあ、でもここから卵がね、割れるんでね。ここからっすよ。ここからっすよ。報告ですか？クラッチンス。あと1になっちゃいますね。さあ、これで、もうロイ。まあ、これドラタマは絶対起きないんですよ、これから。うんうん、ドラタマプラスで考えていこう。ドラタマ、ロイ。殺竜拳とかなんですか？ドラタマ、ロイ、殺竜拳、進化拳、温存で、1、2、3、4。そうですね、ドラタマ、ロイの殺竜拳と、どれがいいかな。でも、殺竜拳と戦もやると、次ゼウスが、そうですね、ゼウスっていうのも、先行ドラタマか、タクセンか迷うね、これ。でも9にしてもな、ラストレック、クルエルドレイフが見えてないから、次ラストレック 8PP 使えるから、いや回復優先、回復優先、回復ドロー、まあそうっすよね、回復優先っすよね、はい、まあ、2個引かないと多分勝てない、はい、そうですね、あとマドロミとかでだ、ドラタマ補充したい、完全ドロー、すごい、もう一回回復したいですね。やばいやばい、ファントムギャット圏内よ、これやばいぞ、いよいよやばいぞ、やばいぞ、回復したいですね。あ、回復ね、回復。お、フィルレイン、フィルレイン来ました。フィルレイン来たけど、ちょっとここは一旦ラストレックで、ちょっと進化拳を温存で、お茶濁して、はい、お茶を濁します。いや、一先、一先で終わり。はい、そうです。はい、一先、一先。一先。はい。一人、一先。ありがとうございました。もう、いや、ゼロ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 。一先。お、あ、これは耐えた。耐えた。今回めっちゃうまいぞ。さあ、あと一先。耐えたっていうことは、一先を握ってるんですよ。そうですね。結局、そういうことなんですか。回復、ああ、もう、これ。これは終わったな、これは終わったな、敵戦で引きに行くしかないですね。それだ、それや。たくせん、ちょっとこれもね、もう無理だって、これ無理だって。重心、はい、重心と PP が足りない、足りないっす、足りないんで、一応もうドローしてって、まどろみ進化あたりで、あ、でも足りねえすぐ回復はできない、そこ背はないんですよ、速攻性はないんですよ、もうこれ攻撃するになんのかな、これ。まあ、いや、あー、手札7枚あって1出ないアグバンとかありえないでしょ。さあ、モスね、カラモスでかっこよく、いや、これは完全に 3PP、4PP の時にマドロミを、はい、あのマドロミ卵が、はい、あの、あそこが分岐点になったんで、これはもう完全にプレイングで負けました。もう一回、もう一回、もう一回やります。はい、お相手ネメシス、こちら先行ですね。はい、ネメシス、ネメシスも結構いけるみたいな。いや、ネメシスはだいぶいけますね。はい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 、ちょっとね、どうしようかな。これはロイも返していく。いや、歌い手でなんか手札増やしてっていいかな。 OKOK、 まあ、ロイでもなんかいいんですけど、ドラゴンとかだったらロイキープしたいんですけど、まあまあ、さあ、たくせんも引き込んだんで、はい、いいよ、いいよ、いいマリガンになった。はい、最高っすね。そう、やっぱ僕先行サッターを結構歌いってやっぱ置きたいんですよね。手札をドローしておきたい、はい、増やしていきたい。あの、遅くなりがちですからね、はい、ドロソースが、ね、多分純真しかない。そっか、でもあれネメシスだからね、すり替わりがありますからね。すり替わりなのか、ロイヤル、まあ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 、そう、ミニアンか。さあ、歌い手を見て、はい、ドロー、ロイ、帰ってきた。完璧なマリガンだったじゃないですか。完璧だ、完璧や。次、ロイ活龍拳で完璧っすよ。ドローもできる、ニコストトレードもできる、いい感じ、めちゃくちゃいい感じ、めちゃくちゃいい感じ。さあ、ドローをまずは、お、アイラー、これは、まあ、これは
勝利拳取って次でアイラ水流神で最強ブーストでクレールドレイクまで飛んでもう勝ち進むこれで足でハーカーもう見ました最強最強ムーブっすよこれは。綺麗にランプが決まりそう。はい、これこそねやっぱランプのね維持ですよ。イージーですね。イージーなランプのようにこなしちゃうと本当に何も考えなくていい。イージーゲーム。それで負けたらもう知らないっていうレベルの歴史を知る者が来ましたね。はい、まあどう来ようがやることはもうね一緒なんだよ僕は。はい、珍しい。はい、回復もしますからそういう粒子でね。最近でもこのネメシス、うん、この子入ってること多いですよね。ちょっと待ってよ。そうなんですか。あ、なんか僕もよく見ます。当たります。ドラゴンが消滅がないから強いんですかね、プライムが。そうかな、これプライムガンガン置きみたいな。はいはいはい。うーん、ネメシス事情は詳しくない。環境に取り残された感じなんで。ネメシス全然見ないですね。何にしといた方がいいのかな。本当に作戦すると手札が減らないんですよね。作戦にしよう。次でどうせラスドレイクさあ進化切らないってことですか。あ、進化は切るわけよ。進化切って処理強要させて、さあまた先ほどのターンからちょっとブレたプレイングにはなりました。いやだよ、ちょっと作戦変えるか迷ったんですけど、まあ、進化切らないタグも一応あったか。確かに、ありましたね。クレール打つなら切んなくてもいいから。確かに確かに。まあもうこれで、はい、ちょっとね、さあアグノムさん辛口で突っ込んでいく。辛口評価。毒の向きたよ、毒の向き。アグノムさんの言った通りだったらもうアグノムさん攻めてください。ウルフじゃないですか。なんで進化切ったんですか。いやだな、この撮影を。これで進化権これで必要になって、はい、ならない。あ、これちょい、え、何持ってきたんだ今。プライムじゃないですか。プライム持ってきたってことですよね、これ。はい、まあ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 。めっちゃブレてる。めっちゃブレた。進化切らないとでも4点受けてるから。そう、4点今11っす。11っすね。体力11になってたんで。11点ここから受けて負けたら、はい、僕攻めていいっすけど。まあ見ててくださいよ、相手さんがね、うまく相手で切ってさあ、プライム出た。永遠に倒す。早っ、え、プライム、あ、そういうことか、生命量産で。あ、ロックコストでドラゴンに対してはこれしかないっていうプランでこうやってるんですね。なるほどね、強いな。おー、これ次のターン出てきますもんね、これで。ここからも一緒出てきますね。さらに次のターンまた増えます。やっかいな。でも相手進化権切れてんのか。ただまあこれ失踪の置きどころ、失踪置いてもいいし強国置いてもいいって。強国がこの加速プライムで簡単に取られちゃうっていう意味なくなっちゃうんですよ。でも逆にはいや、プライム、むずいなこれ。いや待てよ、そうじゃないですかね。いや、失踪全然ありなんですよね。アッチがワンチャン取られないっていう可能性もあるけど、いや、ここは先に失踪いきましょう。失踪、多分進化、いや、進化はしないしないですか。進化しない、来てもいいかなって思ったんですけど。60ですよ、進化したら。さあ、いやいやいや、加速装置置かれてるうちはね、やっぱね、簡単にね。さあ、プライム、プライム2枚はこれもう無理だし、強国無限強国みたいな。あ、でもこれ次パソコン装置壊れるから、これでまたね、そこまで僕はちゃんと、はい、考えていたので、おー、はい、ここで強国置けば壊されないプラスあれなんで、まあこれでしょ、強国と強国の次5点と適当に、うん、どうしようかな。次でプライムがプライムプライム出てくるって考えると、プライムはこのね、やっぱね、フィル・レインちゃんがね、一体はね、普通に勝利してくれる。ロイで殺戮権取っておきます。なるほど、プライムプライムに備えるぜ。さあ、これ盤面は強いっすよ、はい、でもこれもう相手巻き縄で多分相当ね、置きにくくなりますからね。
はい、これはさ、またプライム出てきたらすげえな。またプライム探しに行ったんじゃない、これ。これはもう、ね、あ、そっか、量産はプライム打ってるからか。はいはい。プライムにはアンドロって思ったら、そうかそうかそうか。うん、これはなかなか珍しい場面。逆にプライム引いてくれた方が嬉しい、エンシェントより。おお。と顔詰めに来ないか。これは5点入ったの大きいんじゃないですか。そこでしょう。ね、お、威圧、威圧のフィル、とけば、ちょっと待って、これ、これ確実絶対ね、フィルレインの良さをね、ここで証明できる機会なんですよ、これ。ちょっと待って、いや、フィルレインのあれにとらわれてはいけない。どうしようかな。どっち？どっち？どっち？次の失踪は来ないから。どっち？一出し、待って待ってね、一出し五、六七八九。足りないね、あと5点足りないのかな、進化込みであと3点か。殺竜拳を打ってどれに、これちょっと難しいタグになりましたね。さあ見ててください、はい、これと、はい、はい、こうしての一点をそいつに飛ばして、タイムに飛ばさないと取れないか。ちょっと弱かったかなこれ、タグが。すげえ、あ、そっか、タグがないのか。でもまた出てきちゃうけど、もうね、これこの盤面だったら大丈夫絶対。確かに、あんだけ処理しとけば、こう一体一体取りこぼしたからね、こいつ、この辺のこの右のね。プライムってこの後加速装置置いても突進にはならないですよね。はい、出たターン。これ次でと、そう、サフィアはね、まだね。さあ、倒せない、倒せない。欠場の飛行士でしたっけ。大丈夫。レガシー入ってなくてよかった、マジで。助かった。おぉ、3枚。マジで、すげえな、このデッキ。いやー、これ、これにストライカーがそうだ。あれが、ラズレカー、お、そうか。次でね、あー届かないな、1、2、え、届ける、あ、届いた、届いた、あ、届かないわ、届かないですよね、届かないですね、うん、うわ、マジか、ちょっと待って、届かないし、サフィラ持ってたらもうこれダメですよね。5点は削れるのか。そうですね、鉄章3枚。ハーメル増やしてたやつってもしかしてこれなのかな。さあ回復した長老、長老を信じろ、回復したい、長老の吐息、おお、長老の吐息、いけ、さあちょっとドラゴンさんがちょっとね、あ、これドラゴンさんが奪っちゃうの、これ。でもワンチャン次サフィア飛んできたらリーセルあるんですよ、ね、あ、リーセル多分これでも8点はないんじゃないですか。うん、多分ないはず。あ、ドラゴンさん、でもこの55殴れますよね。55プラスタカーと8点がないといけないから多分無理だ。でもプライム何回も死んでますよ。何回だ、4回、4回だったら5回、5回、5回プラスレディアントだから、まあ、96点なんか5点ぐらいだと思いますね。ああ、若干足りないなさそうですね。結局耐えた、何回出てくるのこれ。ここでドラゴンさんが残る、ドラゴンさん残れば残るんじゃない、残る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 、大釜いるからねこっちね。おっしゃ、普通に盤面でリーサル。いやありがとうございます、いや、勝ったぜ。はい、ありがとうございます。はい、さあ、ちょっと納得はいかないんですけども、はい、まあ、勝利しましたね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと、まあ、フィルレインが結構打ちどころが本当にいろいろあるんで、うん、難しいっすね、難しいっすね、やっぱかなり やり込まないとやっぱあれかもしれないですね。あとフィルリーンが例えば被った時、さっきちょっとアグノゴさんと話してたんですけど、銀票の吐息とか手札に2枚あった時とかでも、例えば1枚は1点で打って、
もう1枚で倒すとかね、いろんな選択肢もあるんで、はい、ちょっとフィルレインはね、僕も慣れていきたいですね。はい、ということでこのみかん、はい、ウルフのドラゴンが復活したということでね、はい、まあ待ち望んでた方もいらっしゃると思うんで、はい、いやでもやっぱドラゴン楽しいですよ本当に、はい、ランプさん加速していくのが楽しいんでね、はい、ドラゴンといえばっていうね、そのね思ってもらえるように僕も磨いていきます。はい、はい、ぜひ皆さんもぜひ使ってみてください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。さよなら。やるぶ。やるぶ。忘れてた。レイザーさんスポンサーをお待ちしています。